今日は野田の先のね、野田の先に千葉でしょ、また野田だった、国道16号のちょっと先、ちょっとどこじゃない、かなり野田そうに、それで帰り柏から行くの、いや柏からじゃない、国道をね、今日どうやって行ったかね、北の方から行った、いや今日はね、もういきなり王子に行って、王子からね、ずっと港北通りかなんかを通って、大きな通り通って、あの国道6号近くに行って、松戸を通ってね、松戸を越えて、松戸から6号に行かんで、6号から行かんで、こう行ってね、道がいっぱいあるからね、そうよ、道だらけない世の中、その一本一本ね通ればね勉強になるっていうのは言い訳で、本当はただの筋トレなんだ、ただの筋トレなんだ、筋トレ中になんか退屈だから眺めを、石津くん家で自転車乗ったの覚えて、石津先輩の自転車乗ったの覚えて、あんまり100キロにこだわってないけどね、ちょっと100キロにこだわってちょっと危ないな、今日これしか買わなかった、ベルクでね、ベルクもあれなんでね、マックストップバリューで4グループなんだね、あ、今日のあれ、そっちやった、今日のボトル、ボトル洗った、ありがとうございます。あれ便利よ。あれにね、氷入れるの。氷がすぐ溶けるのよ、それが。あのね、アイスバー70円で買えるだろ。あれぶち込んでね、入れるとすぐね、一瞬、このボトル1本分ぐらいの冷たさはあるけどね、70円ってあの程度かって思うとね、がっかりする、高いよね、考えれば高い、冷房代、あ、冷凍代、考えれば高いよ、あれ家やったらただみたいな。